はい、皆様こんにちは。今日は常楽寺さんにね、加古川市、の常楽寺さんはいくつかお寺あるんですけどね、日光山の方のね、平層の方ですけどね、上昇かそっちの方までちょっと来ました。目的は梅とね、河津桜がねちょっと咲いてるようなんでね、まあ規模はそんなに大きくないですけどもね、あそこにしだれ梅みたいなのが見えてますね。はい、じゃあちょっと近寄ってみましょう。はい、こちらしだれ梅みたいなね、これは何でしょう、桜か梅かちょっと分かりませんね。私もちょっとね、でもまあ多分これ桜かな、感じとしては。はい、これは数桜じゃないですかね。でこちらは梅ですね、しだれ梅。これはもう終わりかけてますね。はい、これはもう皆さんもうあれですわ、終わりかけてますわね。ちょっと遠くに離れて、この花だけはちょっとまだ綺麗かな。はい、もうほとんど散ってますね。はい、それでこちらは普通の桜だと思うんですけどね、目が。これはまた咲いたら綺麗でしょうね、これ。ただこれはどうでしょう、何桜っていうのか分からへんですけどね、綺麗にもうね咲き始めてますね、これ。はい、これは木蓮かな、木蓮科の植物やね。ちょっと植物名ははっきり分かりませんので、皆さんはご覧になられた方がねの方が詳しいかもしれません。これはもう桜でしょうね、これは桜かと思います。でもね、河津桜ではなさそうです。もっと赤いもんね、河津桜はね。はい、綺麗ですね、もうどんどん咲いてきてますよ。はい、向こうの方にちょっとね、銅梅も見えますね。ここもね、どんな花が咲くかはよく分かってないんですよね。中にちょっと銅梅見せてもらおうかな。あ、こっちにも梅みたい、梅があるわ。だけど終わってるみたいかな。いや、これ梅じゃないな、桜やな。さっきと一緒の種類じゃないですか、これね。でこれ、あ、ロウバイちゃうわ。え、なんやこれ、ロウバイの一種か、ちょっとわからない。はい、ご存知の方教えてくださいね。はい、じゃあちょっと下の河津桜見に行きます。はい、途中でちょっとね、こういう可愛い花とかスズランとか見かけましたんで、これ多分スズランでしょ、これ。ちょっとよくわからないですけど、多分ね。ちょっとこの白い花も咲いてるし、可愛いねこれ。よし、ちょっと拡大しようか。拡大したらどうなる。ってかな、あ、マイク映しとこう。そしたらどれか当たるでしょ。ずっとね、可愛いの咲いてるね。この花は上向いて咲いてくれへんのかな。みんな下向きですね。はい、じゃあちょっと行ってみましょうね。この花も気になるね、なんか知らんけど、なんか山野草みたいな、雪割一芸かなちょっと名前ね。もし咲いてたとしたらすごいよねこれ。はい、まあこのように静かなねお寺なのでね、
だけどもこれは観光のお寺じゃないと思うんでね、お庭とかをちょっと見させてもらうという感じでいいんじゃないですかと思いますね。で駐車場とかそんなのはそこらに止められますからね。親しまれ山はツツジの上楽寺ってね。でちょっとこう五輪の塔みたいな宝鏡院塔でしょうか、これ何やろ、ちょっと見とこうか。よいしょ、あ、なんか史跡のマークが入ってるな。長石笠当前って書いてあるね。何これ、変わったね。仏さんみたいな石仏みたいな容器おるな、これな。これは何と書いてある、中央の阿弥陀如来を、ちょっとこれ行きとくか。長石笠当場、笠当場には日光寺より刻まれている。なんか分かんない、中央の阿弥陀如来像やって、長石笠当場ね、覚えておいてください。これなんか書いてあるね、これちょっとホームページかなんかで見てみないと分からへんな。鎌倉時代とかいうのはうっすら見えるけど、真ん中阿弥陀さんらしいです。はい、じゃあちょっと行きましょう。またね、こうしてみるといろいろあるよね。さっきの石も何やったね、これちょっと何気なく通り過ごしとるけど、あ、それはあれや、クヒや、あれは梅やな、梅。今仕事してあるね。これは綺麗な、これ梅かな、梅やろうな、これ今満開ですよ。ちょっと空がね、あれやから、こっち側から映るか。めっちゃ綺麗ですねこれ。そうか、これが綺麗な、この辺り綺麗な。綺麗に映ってるね、綺麗でしょ、綺麗な梅。はい、まあ、梅もそうなんですけど、向こうにね、このピンク色に咲いたのは、これは桜でしょう。これね、日光山墓地というのがこの上上がってあるんですけどね、そこにもね、5本ぐらいかな、綺麗に河津桜咲いてましたよ。これ河津桜でしょう。ね、こんだけ綺麗にも咲いてる。綺麗ですね。もう長楽寺さんなんかもう散り始めてるからね、まあ風が吹いたら一発でしょうね、あれも。それで ここにもね、2、3もあるんですよ。長楽寺ってね、死ぬとか上落して、はい、椿もあるみたいし、こっちにもあるからね。でこの下の水蓮、白い水蓮が咲きますんでね、まあ去年も見たと思いますけど、はい、ずーっとね、今が満開ですわ。
もうちょっと来週になったらもうあれかもしれんね。ちょっと雨とか風とか吹いたらあれするでしょうね。はい、ちょっとそこだけちょろっと見とこうか、何があんのかね。こういう仏さんを刻んだ石とかがあちこちに見られるね。あれは何や、ね、あれでかい椿みたいなのが咲いとんね。これね、石仏ですよこれね。いいじゃないですか、感じが素朴な感じでね。こっちも人さんの庭かな、あんまり入って怒られる。でかい椿、ちょっと違う、ごつ、今がもう最大の見頃やな。これちょうどいい時に来たな。これまだまだ咲くで。これまあ、ちょっと伊藤さんの家かもしれないんでね、あんまりちょっとあれですけど、綺麗さにはちょっとね。はい、ひょっとしてお寺の方の家かな、そうでもないかな。向こうにも椿あの咲いてますね。はい、という感じです。ね、本日もね、今日は上楽寺さんに来ました。本日もね、ご視聴いただきありがとうございます。よろしければまたね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。河津桜ね、先ほどもう終わりかけ、もう今がピークです。これが終わればまた普通の桜が始まるんでね、またそれもこちらで綺麗に見れると思いますんでね。ということで、またね、よろしければ高評価とチャンネル登録、それでまた次のね動画でまたお会いしたいと思います。ちょっとここにこんなまた何やろ、汗びかなんか知らんけどこんなんもありましたね、うん、ということでね、また次の動画でお会いしたいですね。本日もご視聴いただきありがとうございました。